キーマン、そうだよね、はい、みんな、俺もこれもキーマン、絶対間違いない。うん、やっぱっっぱがてていいところはここいろはんな選手を使って結局、二遊間がだめだとか、そういうのは何もないよな、取り替えながらでも、俺は機能はしたと思う、うん、これは、こ,れはこのあとの,のことはレギュラー取れるか取れないかの問題で、うん、来年が一番見える時だけど。 この二遊間ってのはアル程でいろんな人が頑張ってみんなできると思うし。ただこ、これがね、足が使える選手起用したのに、盗塁が12球団でほとんど一番下じゃない、うんうん、これ、これはやっぱりね、あの、このメンバーだったら、やっぱり60以上はしないと厳しいんじゃない点が取れない。相手にプレッシャーをかけるってことになれば、長打力も少ない。 これだけの人たちがいたらもっと俺は走ってかき回したり一つ先の類を狙っていくことを心がけてよかったんじゃないかなっていうふうには思うんだけどね。でもよく見ると失敗が多いんですよね。だから失敗、やっぱり盗塁して失敗してしまうと次出しづらくなるっていうのは間違いないんで、まあ、盗塁の数と比べた時に失敗もそれなりに多いっていうところが多分盗塁を仕掛けられなかったところじゃないか。 でも、それを言ったら、じゃあなんで、その前に、オープン戦とかキャンプの時から、その前の年にね、荒木がいた時に、鳥類は総類にしかいろいろしたけど、それがある程度目的のためにやったけど、じゃあ今年、総類のことに関して誰が言ってる人がいたかって練習ってのを俺もずっと見てるわけじゃないからね。うんうん、それアウトになっても、そら、どん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 やらないことには、それうまくなることはないと思うし、これは優勝なさってる時だよ、 痛いと思うかもわかんないけど、これだけ、現に再開アそレにしてるときに、このメンバーの中だったら、この連中だったらどんどんアウトになってもいいけど、いけるぐらいに、今のうちやっとかないと、これ来年どうすんのこれ。そうですね。また初めからキャンプから、この秋から、走塁練習、投入の練習今さらしても。やっていったところで、まあ結局実戦で走、いけるかどうかですからね。セリーグ自体で見ても、トップが19ですからね。そうそう、みんな低いね。 どこも走れない。まあ、確かにピッチャーもね、クイック速くなってきて、うん、キャッチャーの走塁も安定してきてるんで、走りづらくはなってるのは、づらくなってるんでしょうけど、でも、今年なんかどこのチームも得点力が高くないっていうところなんで、うん、じゃあ、もうその走塁一つで変わりますよね、やっぱり。だから得点力がみんな低いのに、その,その中で、うちだけが、盗塁が多ければ、もっと違うものがあったと思う。 そういう選手がいないんだら別だけど、これどう見たって、走れる人が結構いるわけじゃない。走らせないといけない。だって、横浜の牧だってあれ十何個してるんじゃないの村松って、絶対走れるはずだし。でもそれはシーズンずっと出るわけじゃないからね。イニン,ングの大事な時に。そういうのはね、あの別に。 そうこいつ走るよっていうのは別にどうでもいい。走らないか走るか分からないやつが走るから、いっいい奴やつ。もう小田なんかはもう、ダイソーで出てった時点でピッチャー警戒するわけなんで、うん、だからこの常にレギュラーで出てる人たちっていうのは、そこまでね、ピッチャー集中できてないんで、だからそういった時にいかに走れるかなんですよね。こうやってデータ見ると、アンダー数はそ、そうだ,だからランナーには出てるってことですからね。うん、チーム打率もそんなに、あの他,他とそんなに変わるわけじゃないからね。 そしたら一つのギ儀だ、まあ、必要かもわかんないけど、盗塁ができる一つ前のことを考えたら、これは全然相手にプレッシャーも違うし、点に繋ぐ確率も高かったと思うけどね。この走る走らないはコーチのほう、まあもちろんその,その上にいる監督が決めたり、走塁コーチ含めて、そういう人たちがの作戦の中の一つだと思うけど、初めからそこを大事に行くよって、横浜の三浦大介が言ったように、 巻きあたりがあんただ,だけ走るようになったってのは、これは、それがじゃあ得点に結び,結びついたかったら、まあ、現にね、横浜は結びついてるわけだから。出塁率と死球数もやっぱ少ないんですよね。そう、そこなんだよな。まあ、フォアボールを選ばれるのピッチャー嫌だって言うけど、そのフォアボールを選ぼう、選ぼうって言ってたってこと。でも、俺、選ぼうとなると初球から今度は打っていけなくなるからな。ら今日のや、阪神で言うと死球数増えてなかったみたいな話も。うんそう ピッチャーもあれれれだだけけ粘られれば嫌だけどね、うん、初球から打って、打たなきゃいけないよ。初球から打って言っていいんだよ。初球から打っていっても、追い込まれたらどれだけファウルができるか、ストライクボールを選ぶことができるかの差が最終的には出てくると思うけど、ね、うん、それが四死球の数だと思うんで、<laughs> うん、だからいかにバッターが追い込まれてから粘れてない。で、スリーツーまでは行くんだけど、結局、ボール球を振らされてしまってるっていうところも多々あると思うんで。 だから、そこの3-2からのいかに我慢できるかっていう部分はすごく感じますよね。犠牲、うん、フライも、得点圏打率もう結。結局、そういうふうにみんなこう、です終わってからそういうデータを見ればみんなそういうところが足らないから、結局この位置にいるってことになってしまってんだけどね。<laughs> 長打に関してはもうない中で考えてくるんかな。だって、長打を打つ人がじゃあ、 頼りにできかのは細川だけじゃないの他の、まあ、外国人にしてもそうだし中田にしてもそうだけどほとんどずっとゲーム出てないんだもん。な仮捨ての仮捨てのその立場上今までじゃ監督講師たちがどういう立場で仮捨てを求めてたかってここではないと思うよ。どこでもできる、うん、何でも使えるっていうところで残したはずが県、うん、に仮捨てが3番とかクリーンアップとかそういうものを。 だって、レフト守る内野も守るセカンドも守るファーストも守るそういうやつで取ってるわけじゃないのに、こうやって頑張って、これはよく頑張った方だと思うしね。本当は違う人がそこにいなくちゃいけないところに、あいつが守ってくれたら、もう一人、もう外国人の名前も忘れちゃったけど <laughs>、これがレフト守る予定でしょそれがいないで他の人が移って。じゃあ、中高守る予定が、なかなかファーストがいなくなった。 じゃあ、ビシエド使うとビシエド軍も使わない。結局、最終的には石川が行って、最終的にね。じゃあ、石川じゃあ、これからずっとフォアーストやるのかって、来年、うん。じゃあ、来年中田とね、どうなるのだかそうまだ中田がいるだ,ってだからじゃあ、サード終わったら、石川サード行ったら、じゃあ、もう当然、まあ、監督が変わったにしても、高橋がねい、いる使い方はどうすんのかってなったに。<laughs> うん、だから、ちいろいろ難しい問題を抱え <laughs> 抱えてるよな、まだ。 じゃあ今度、もうじゃあこのままのメンバーで、もう外国人なしで、カリスタだけでやるってなったら、これ日本人全部使ってやればいいけども、それでじゃあこの長打力ってことが、できるかって思うと、そうではないと思うんだよね。これはまあ石川がもンもン打ったり、ね、細川がもンもン打ってくれて、カリスタが打ってってならば、これ3、4、5はその辺でも構わないし、福永含めてできる,できるかもわかんないけど、これはまたピッチャーの、 先発のピッチャーのね、ローテーションと一緒で、うん、じゃあこれに期待しようって、期待されなかった時が大変じゃない,、うんええ、ういうなかなか近年の外国人が当たらないっていうのは。いや、それは、どこでもそうだったけどね。当たらない当たるは、まあ、わからないことだけどな。小林選手の出遅れもやっぱり。いや、これはすごく大きかったと思いますよ。結局、小林が、ね、戻ってき、まあ、5月ぐらいには戻ってきたんですけど、 結局数字が全く後半まで上がらなかった。後半になってね、あの、岡林らしさが出てきましたけど、まあ、ちょっとね、あれ、調子が上がるのがもう時既に遅かったような感じだったんで。だもう,う、もう俺は、あの、慌てて出てきたのが、ちょっとバッティングの失敗、うん、そうね。うん。あの、せっかくチーム状態も良かっただけに。無理してあそこまで行った俺はもうかったなっていうのは。一番が固定できないとか、それはずっと考えてることだけども。<laughs> でも、 他の連中なんとかやりくりはしてたわけだから、うん、無理してあの上げてすぐっていうことしなくてもよかったのかなっていう気はしてたけどね、ずっと。入間に行くと、村松選手は今、ね、年は一番2人してましたけど、強化としてどうですかまあ、村松、福永はあのゲームに出てそれだけの結果は出しつつある村松は当然ショートで来年も、監督が勝ったか何とも言えないんだけど、使うでしょうと思ったら使えるしね。 あ問題はセカンドこれ田中が行くのかそれから福永をどこに守るかによって、その次の石川とか他の人のあれがかかってくるから、<laughs> うん、でもこれは本当む難しいです。よく頑張ったんだよ、みんな。ここで。この中で、みんなが誰かが悪い時に、例えば板山とか、あの、西部から来た川越か、 あの連中って山本にしてもそうだけどポン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 っていいとこでいい活躍をしてちょっとまたしばらくだめになって他の人が来るっていうのがあってまだあの勝ちゲームで拾ったりはしてたけどもでも基本的にはその辺は絶対そう絶対とは言わないけどもシーズンを通してレギュラーを取れるかって言ったらそういう人を入れちゃうと1シーズンは難しいんじゃないかなと思うけど、ねうん、だからね。 だからいろんな選手を使わざるを得なかったっていうところは、そこら辺にあるのかなとは思いますよ、ね。キャッチャーもなかなか。そう。問題はそこだと思うよ、俺も。だって、センターラインが結局使うんです、ね、その時決まらない、固定,固定できないです、ね。そう、センターラインのもど真ん中のピッチャーも決まらなかった。リ,リーグだけ決まってたけど、頭がそういう状態じゃ。うん、キャッチャーもこれで、ほとんどがね、3人がカわります投げるような、うん、出てきたような感じだし。 で、岡林も初めはね送って遅れてた、うん、入管が若い連中だっついった時に年しりできたのは結局細川だけだったっていう感じになってしまうんだよね。中中田さんも、まあ、みんもみななんこ中心はそこるだから来年この中田が当然ねもう1年あの契約残ってるし今年の状態を見て今なんかすごい練習してで8キロか10キロぐらい最重落としたんだって。うん 落ちてるらしいでよ。まあ、この前俺があった話したんだけどね。でも、これが来年ね、シーズン入った時にまた同じような状態で、何もなくシーズン、一シーズン乗り越えるかって言ったら、これはまだクレッションだし。まあ、そういう時に誰かがやってまたすぐ戻ってきてできるっていう状態ならまだしもね。長く休まれてしまうといろんなことをやっぱ、キャあの、監督も考えるだろうしね。 岩瀬さん、よく対戦されたと思うんですけど、その良かった時の中田翔と今の中田翔選手はどの辺がなんか違ったりみたいな <laughs> まあ、だから一シーズンできる体かどうかですよね。だから良かった時なんてもうフルシーズン、一シーズンもうずっと呼ば番でいるわけだから、それはチームとしたら、もうそこはもう他といてもいい部分なのが、今はね、一シーズンできるかどうかまず分かんないですし、じゃあ、 内容も、バッティングの内容も、じゃあ、いい時の内容にあるかどうかも分からないっていうところなんで、使ってみないと分からないっていうのが一番計算できないですからね。